フェデリコ・ベルナルデスキは、イタリア・トスカーナ州、マッサカラーラ県カルダーラ出身のサッカー選手。セリエ A ・ユベントス FC 所属。ポジションは、MF ・ FW。イタリア代表。初期6歳から、地元の地域サッカースクールであるアトレティコ・カルダーラで、サッカーを始めた。元イタリア代表のヴィンチェンツオ・モンテッラと、同じく得点後に飛行機を模倣するパフォーマンスを、 していたことから、周囲からは、モンテッリーノというニックネームで呼ばれていた。在籍当初から才能を見出され、2、3歳年上のグループでプレーをしていた。7歳の時に、フィレンツェにほど近いエンポリシポンツァーの地区にある、エンポリ FC 子会社のサッカーチームにスカウトされ、移籍した。フィオレンティーナ2003年ベルナルデスキが10歳の時に、アッコフ・フィオレンティーナに移籍。 同クラブが設置する最下部チームであるプルチーニに所属し、以後10年間フィオレンティーナの下部組織にて育成期間を過ごすことになった。スカウトであったステファノ・カッペレッティは、両親を説得するのが大変だったと語っている。ベルナルデスキの母親は、学校が終わると午後2時から始まる。練習のために車で送迎しなければならず、帰宅するのは午後7時から8時となった。 2011年7月には、フィオレンティーナと契約を結ぶ前に、マンチェスターユナイテッドからのオファーがあったことを当時、代理人代わりであった本人の父親が明かしたが、育ててくれたフィオレンティーナに恩義を示し、その後フィオレンティーナと3年間の契約を結び、同クラブのプリマベーラ所属の選手となった。プリマベーラでは、得点王になるという活躍をし、キャプテンとしてもチームを牽引した。 2013年6月18日にクラブとサインを交わし4年間の契約延長がなされた。同年7月7日にフィオレンティーナのトップチームのサマーキャンプに招集される。2013から14シーズン開幕時にはトップチームに背番号32番として登録されるが公式戦への出場はなかった。同年9月2日にすでにシーズン開幕していた。 セリエ B のクラブである FC、黒トーネに、共同保有権の買取オプション付きのレンタル移籍する、ことが公式サイトより発表された。FC、黒トーネ期限付き移籍2013から14、シーズン第2節終了後に、チームと合流したものの、続く2013年9月8日に、セリエ B カンピオナート第3節、ペスカーラ戦にて後半75分に、 スフィアヌ・ビダウィとの交代出場でプロ公式戦デビューを果たす。同年9月21日ブレシア戦でプロ初得点を記録する。11月9日のカルピ戦では試合開始10分にゴールから25メートルの位置からのミドルシュートを決め、23分にも直接フリーキックを決めてプロデビュー後自身初のドッピエッタを達成しチームの勝利に貢献した。 このシーズンは39試合に出場し、チーム内トップの12得点を挙げ、7アシストするという活躍をした。フィオレンティーナ復帰セリエ B のクロトーネでの活躍を受け、フィオレンティーナは2014年6月20日に、ベルナルデスキをレンタルから戻し、保有権をすべて所有することを発表した。2014から15シーズンの合宿にて、当時の監督ヴィンチェンツオ・モンテッラに認められ、 トップチームに残ることとなった。同シーズンの9月14日に行われたジェノア CFC 戦において後半57分にマリオ・ゴメスとの交代によってフィオレンティーナのトップチームの公式戦及びセリエ A の試合に20歳でデビューを果たした。続く9月19日には UEFA ヨーロッパリーグの EA ギャンガン戦において後半88分に フィオレンティーナのシニアとして初得点を挙げた。デビューシーズンの順調なスタートを切ったが、同年11月初めに足首を骨折し、以降のシーズンのほとんどを怪我の療養に当てることになった。シーズン終盤の2015年5月10日行われたエンポリ戦で試合に復帰、5月31日のシーズン最終節のキエーボ戦において、自身初となるセリエ A での得点を挙げ、 このシーズンを終えた。クラブは2015年7月23日に2019年6月30日までの契約延長がなされたと公式に発表した。同年7月30日に行われた記者会見にて背番号10番をつけることを公表した。続く8月2日に行われたインターナショナルチャンピオンズカップでのバルセロナ戦において、 前年度の UEFA チャンピオンズリーグ覇者であるチームに対してドッピエッタをする活躍をしチームの勝利に貢献した同試合で着用した背番号10番と活躍からイタリア全国スポーツ紙ガゼッタ・デロ・スポルトには新たなバッジョと評された同年11月25日に行われた UEFA ヨーロッパリーグの FC バーゼル戦においてフィオレンティーナにおける 公式戦、及び、ヨーロッパの舞台において、初となるドッピエッタを記録した。UEFA ヨーロッパリーグのボルシア、メンヘングランドバッハとのファースト、レグの試合で直接 FK を決め勝利に貢献したが、スカイスポーツのインタビューでこのゴールはこれまでの自信の中で最も美しいかもしれないと語った。セカンドレグの試合で破れベスト16入りはならなかった。 2016から17シーズンはゴール数を大幅に伸ばし、セリエ A32 試合で11ゴール4アシスト、ヨーロッパリーグ8試合で2ゴール1アシストを挙げた。ユベントス2017年7月24日、ユベントス FC へ移籍金4000万ユーロボーナス500万ユーロでの移籍が発表された。契約期間は2022年まで。背番号は、 ミシェル・プラティニア、オマール・シボリ、ロベルト・バッチョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、カルロス・ステベス、ポール・ポグ・バラが着用し本人がフィオレンティーナでも着けていた10番が噂されたが、33番を選択。33番を選んだ理由として、僕はこのユニフォームに多くの敬意を払っている。なので33番を着けるけれど、10番にふさわしいと証明したいね。今年、 自分はこのユニフォームを着ることができると証明しなければいけないと言っている。なお、背番号33番は、ニコラレグロッターリエやパトリス・エブラが着用していた番号でもある。10月2日のアタランタとのゲームにおいて初先発、移籍後初ゴールを決めた。10月25日のスポールとのゲームにおいては、ドーグラス・コスタの浮き玉パスを右足で、ふわりとコントロールから、 ゴール左隅へ技ありのボレーシュートを決め、キャリアにおいて最も素晴らしいゴールの一つだ。得点に満足しているけれど、それ以上にチームの勝利を嬉しく思っていると語り、試合を振り返った。2018から19シーズン、セリエ A の開幕戦、キエーボ戦では2から2から,2から決勝ゴールを決めた。2019から20シーズン、サンプドリア戦では、 チームの勝利を決定づけるゴールを決め、勝利に貢献。チームは、この勝利で、セリエ A 優勝を果たした。2020から21シーズン、ほとんど出場チャンスがなく、年間ゴールなしに終わった2020から21シーズンから、背番号を20番に変更。アンダー代表 U-18 世代から、イタリア代表に招集された。2012年1月に、ロシアで行われた。 U-18 世代の国際親善大会であるバレンティング・ラナトキンメモリアルトーナメントのイタリア代表として招集され同大会を制覇する。2013年11月16日には U-20 イラン代表との親善試合に向けて飛び級で U-20 代表に初招集された。同試合ではスタメンとして背番号10番を背負い、 4から2から3から1システムのトレクアルティスタのポジションでプレーした。フル代表2014年6月3日に、クロトーネでの活躍を受け、当時の代表監督である、チェーザレ・プランデッリによって 2014FIFA ワールドカップの代表メンバー候補として、セリエ B からは唯一のメンバーとして合宿に招集された。2016年3月20日に、 イタリア代表監督のアントニオ・コンテによって、国際親善試合のスペイン代表戦及びドイツ代表戦に向けてのフル代表に初招集され、スペイン戦で代表デビュー。2016年5月31日に UEFA、ユーロ2016のイタリア代表に選出されたが、イタリアのグループリーグ首位通過が決まり消化試合となった第3戦のアイルランド戦のみの出場となった。 2017年6月11日の 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のリフテンシュタイン戦で代表初ゴールを挙げた。2021年 UEFA ユーロ2020決勝のイングランドとの対戦では怪我のフェデリコ・キエーザーに代わり後半終了間際に出場。PK 戦では4人目のキッカーとしてシュートを成功させ優勝に貢献した10歳から フィオレンティーナの下部組織で育成され、各年齢のカテゴリーにおいて、常にチームのエースとして活躍してきた最も有望な選手の一人である。2011年には、世界屈指のビッグクラブであるマンチェスターユナイテッドからオファーを受けるも、クラブ愛を示しフィオレンティーナ残留を望んだ。プロデビュー後の活躍から、イタリア全国スポーツ紙、ガゼッタ・デロスポルトには、フィオレンティーナの才能、 新たなバッチオと書かれ、これらのエピソードによって、クラブとファンから将来の飛躍を嘱望されている。愛称は、性の短縮系であるベルナと呼ばれている。また、テクニックの高さやエレガントにプレーすること、名前の響きが似ていることからフィレンツェで活躍した建築家のブルネレスキという愛称もあった。プロデビュー後のクロトーネ在籍時は、主に利き足である左足で、 カットインドリブルが可能な右ウィングでプレーした。フィオレンティーナに復帰後は3から4から2から1のシャドーストライカーや左右のサイドハーフとして起用されている。スタイルが似ているとされる同い年のドメニッコ・ベラルディとの比較ではウィング寄りのベラルディに対しベルナルデスキはよりトップ下的なプレイヤーと評される。本人は好きなポジションは特になく攻撃的なすべての役割が 得意と考えている。実際に左右両ウィングのポジションを問題なくカバーし、試合中にもトレクアルティスタの位置や逆サイドに頻繁にポジションチェンジを行う。フィオレンティーナではウィングバックも担当し、攻守に走り回る、献身性がある、テクニシャンながら幅広いポジションをこなす。強力かつ正確なキックから繰り出される威力ある、フリーキックが武器である。 その正確なキックは試合中の流れの中でも見られ、速いライナー性の長短のシュートを巧みにコントロールすることができる。クロトーネ在籍時はテクニックの高さやレフティの右ウィングであることからアレッシオチェルチとも比較されたが、ベルナルデスキはよりクレバーさも兼ね揃えているプレイヤーだと評された。また、自らフィニッシュに絡むだけではなく、前線に 質の高いラストパスを送り込むファンタジアと戦術センスを備えている。特定のシーンでやや個人プレーになる以外の欠点はない。ありがとうございます。